くしゃみや鼻水を噛む回数が5回以下で、口呼吸を1日中しないで済む場合を軽症としております。またくしゃみや鼻水を噛む回数が20回以上あり、1日中鼻が詰まっているものが重症とされております。とにかくアレルゲンとなるものが体に入らないように、体から除去するような生活環境を整えるということが大事です。アレルギー性鼻炎に実は鍼灸治療は効果があるケースが多くあります。あなたの悩み解決、哲学同心研院長の柳です。学童神経の口です。院長、本日のテーマは何ですか？今回はアレルギー性鼻炎についてご紹介したいと思います。アレルギー性鼻炎って花粉症とは違うんですか？花粉症もアレルギー性鼻炎の一つなのですが、そもそもアレルギー性鼻炎に見られるくしゃみとか鼻水、鼻づまりといった症状がありますけれども、本来はくしゃみや鼻水や鼻づまりというのは、体の中に有害なものが入った時に、その有害なものを排出しようとして出るのがくしゃみであり、有害なものが鼻の粘膜にくっついた場合に、くっついた場所を洗い流すために鼻水がいっぱい出るのであり、鼻づまりはなぜ起きるかというと、有害なものがそれ以上体の奥に入らないように防いでくれる役割があるんですね。つまりくしゃみや鼻水、鼻づまりというのは体にとって正常な防御反応なので、当たり前にある反応なんですが、この反応が有害なものではないものが鼻に入った場合でも過剰に反応してくしゃみや鼻水、鼻づまりを起こすのがアレルギー性鼻炎と呼ばれています。アレルギー性鼻炎は花粉症以外に何かあるんですか？アレルギー性鼻炎は花粉症のような特定の季節に発症する季節性アレルギー性鼻炎というものと、ダニやホコリなどが原因となって1年中発生する通年性アレルギー性鼻炎という2つのものがあるんですね。ちなみにアレルギー性鼻炎の症状の特徴である鼻水ですが、風邪の時に出るような少し粘り気のあって色がついているような鼻水ではなく、サラサラとした水溶性の鼻水が特徴となっています。また最近はアレルギー性鼻炎の発症する年齢が低年齢化して、子どものアレルギー性鼻炎が非常に増えているのも問題となっております。アレルギー性鼻炎の症状が長く続くとどんな問題が起きるんですか？アレルギー性鼻炎が長く持続すると、頭痛や倦怠感、集中力の低下などを引き起こし、日常生活に支障をきたしてしまいます。また気管支喘息がある子どもの場合は、アレルギー性鼻炎の治療をすることで気管支喘息も改善するので、アレルギー性鼻炎の適切な治療を早期に行うことが大事だと言われております。アレルギー性鼻炎に軽症とか重症とかあるんですか？1日にくしゃみを何回したかなどの回数でアレルギー性鼻炎の重症度を測る目安が決まっております。ちなみにくしゃみや鼻水を噛む回数が5回以下で、口呼吸を1日中しないで済む場合を軽症としております。またくしゃみや鼻水を噛む回数が20回以上あり、1日中鼻が詰まっているものが重症とされております。アレルギー性鼻炎の原因ってやっぱり花粉が多いんですか？そうですね、やはり花粉が一番多く、杉だけに限らず、ブタクサやイネ、白樺やハンノキなどの花粉が原因となり、それぞれでその花粉が増える時期が違っているので、いろんな時期で季節性の花粉症が起きるということなんですね。また通年性アレルギー性鼻炎の原因となっているハウスダストやダニ、その他にもカビやあとペットの毛みたいなのもアレルギーの原因になっていて、こちらも花粉症ほどではないですが、多くの人がアレルギー性鼻炎に悩まされております。アレルギー性鼻炎の原因となるアレルゲンを特定するためには、やはり血液検査で調べてもらうのが一番ですが、血液検査以外にもアレルゲンを針の先に着させ、それを皮膚に押し当てて、針で皮膚の浅い層に入ったアレルゲンが炎症を起こすかどうかというのを判定するようなブリックテストというのも行われたりしております。アレルギー性鼻炎の治療はどんな治療があるんですか？アレルギー性鼻炎はアレルゲンと言われるアレルギーの元になる物質が体に入ることが原因です。なのでまずはそのアレルゲンが体に入らないように、例えば花粉症でしたらマスクをしたり防護メガネをかけたり、あとは通年性アレルギー性鼻炎の原因であるハウスダストとかダニといったものだったら、カーペットをこまめに掃除したり、また取り替えたりというような形で、とにかくアレルゲンとなるものが体に入らないように、体から除去するような
ような生活環境を整えるということは大事です。その上で一般的に行われているのはやはり抗ヒスタミン剤とかを使った投薬療法が用いられています。ただし抗ヒスタミン剤は手向けを引き起こしてしまうものが多くあったり、点鼻薬などで鼻が通るようにするようなものも処方されたりしますが、こちらはステロイドが入っていて使いすぎると鼻の粘膜の炎症を悪化させてしまい、かえって鼻詰まりを引き起こすなどの副作用があるので注意も必要です。その他にアレルゲン免疫療法という方法があり、こちらは唯一アレルギーを根本的に改善できる治療として期待をされているのですが、アレルゲン免疫療法というのはごくごく少量のアレルゲンを例えば注射で皮下に入れたり、もしくは舌の裏から薬として取るなどして少量のアレルゲンを取り続けることによって体をそのアレルゲン物質に慣らすという方法なんですね。ただしその一定の量を数年という長い時間をかけて体に取り続けさせなければいけないので、すぐに効果が出るものではないので、そこが問題となっております。アレルギー性鼻炎の薬を飲み続けるのが嫌で鍼灸治療をしたいって当院に来られた方がいらっしゃいますよね。アレルギー性鼻炎に実は鍼灸治療は効果があるケースが多くあります。ちなみに当院で行っているアレルギー性鼻炎の治療というのは、そもそもアレルギーの原因となるアレルゲンに反応しない体作りを針によって行うという治療法になっており、これは仙台にいらっしゃる谷村先生が開発された谷村式花粉治療を当院では取り入れております。この花粉症治療を行った患者さんは大体5から10回の治療をすることによって、その季節はずっと薬を飲まないでアレルギー性鼻炎を抑えられるので非常に喜ばれております。アレルギー性鼻炎でお悩みの方はぜひ一度ご相談くださいね。そういったわけでこれからも様々な情報を発信していますので、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた。くしゃみや鼻水や鼻づまりを引き起こすものをアレルギー性鼻炎口呼吸をしない場合は軽症はい、大丈夫です。